北海道限定品とは、北海道と北海道以外の地域で商品販売している企業が、特に販売地域を北海道内に限定して販売する商品である。食品、飲料やタバコ等の商品にその例がある。コアップ柄なかつては、国内の物流網が十分に整備されておらず、本州でヒットした商品が、北海道で販売されるようになるまで時間を要していた。その間に、北海道に拠点を持つ企業が、類似商品を発売し、逆にそちらがスタンダードとして定着してしまい、結果的に、北海道限定となるケースが多かった。近年は、物流網の整備により、本州とのタイムラグは事実上消滅しているが、今度は本州との差異を強調する目的で最初から北海道限定として商品を開発する傾向が強い。さらに水産資源や農産物が豊富であり、その豊富さを強調するために、それらの味覚を持たせた菓子などが発売されている。特に菓子、飲料類は北海道内の企業が独自に開発した製品ばかりでなく、全国企業もわざわざ、北海道限定の商品開発を行っている。さらに、全国展開のある製菓業者では、北海道の商品は、他地域の商品より 10% 程度砂糖の量を増やしているという。これは、寒冷地という特性などにより、甘いものを好む傾向があるからだと言われている。北海道内では、近年札幌に、人口の集中が見られ、これは日本国内において首都圏に人口が集中している状況の縮図であると捉える人が多い。また、札幌は人口規模がちょうど手頃であることもあって、全国販売に先駆けてのアンテナショップが設置されることも多い。白い恋人は北海道でしか買えないという販売方法によってブランド力を高めたとも言われる。石屋製菓代表の石水くんは、必需品や一般商品でない嗜好品だからできた戦略だと分析している。セブンイレブン北海道限定おむすび各種、セブンイレブンでは、全国的に売り出している独自ブランド商品に改良を加え、北海道独特の食習慣に合わせたおにぎりや、惣菜を数種リリースしている。このため、東北地方以南でリリースされている。通常品が限定品に置き換えられてしまい手に入らないケースがある。石屋製菓財界札幌インタビュー、石水勲氏、石屋製菓代表取締役社長、2004年10月4日、北海道経済産業新聞。ありがとうございます。